今津駅です。時刻は16時30分ですね、今ちょうど。日没が17時20分ぐらいなので、なるべく急がないといけませんが、フリーシップで乗ってるわけじゃないんで、改札は通る必要があるんです。前の方にとか出してるんで、とりあえずまあどういう風になっているのかっていうことで、結構人の流れが多いので、車線方式を通ったな。肖像権を保護する形に繰り返させていただきます。こっからだと運転場はこうなりますね。結構少子増税のせいで一部運賃が上がっちゃってるんですよね。こっち行くと、阪神の方へ行くという形ですが、ここから見ますね、阪神のまで駅。こう階段下がって、こっちから出て繋がって、で、ここを回って、こう回って、からずっとこう行って、大体こんな感じですよね。私はちょっとこれだけちょっと確認しておきたかっただけなんで、じゃあ戻ります。戻りたいんですけど、ちょっともうちょっと確認しておきたいことが一点ありまして、阪急の外観はどうなっているのかちょっと確認させていただきます。おや、月が出てます。まあそれだけ晴れてるってことでもあるんですけどね。ちょっとせっかくなんで、せっかくまあ運賃出してますんで、フリーシップの時はありがたみが全然なくなってしまうので、あれですけど、運賃を払うってことは身を削るという意味合いになってきます。特に何もないっていうか、あ、こっちから見たら、なるほど、こういう感じですね。あ、こうなってて駅ビルになってるんですね。あ、駅の所在地に関しては
概要欄の方に貼っておきますので、そちらの方をご確認いただきたいと思っております。はい、まあ、はい、まあ、これをやる価値があったのかどうかについてはまあ何とも言えないんですけど、私はやった価値はあったと思います。なぜならうちの公式サイトに動画がありませんでした。すごいオチでしょ、とんでもないオチでしょ、こんなのあっちゃなんないミスってやつです。いや、それはちょっとあまりにもやっちゃいけないミスでしょうって突っ込まれるというそういうことです。で、こっからまあ最寄りの駅まで行きたいっていうこともできるんですが、まあ時間が許すんだったらまあ梅田まで戻ってみるのも一興かなと思っております。まあ、それでまあ最後にしようか。さすがにちょっと手がしびれてきたわ。結構重いんですよ、持ってるもの。はい、では改めて改札官に入ります。前だった、前に出てるんだった。誰もいない駅が気になるけど、静かなもんですね、これ。あ、ちなみにこれは一つ注意事項、必ず守ってください。改札を出ずに戻った場合犯罪です。一応詐欺罪になります。この辺りは法律に詳しい方なの聞いていただいた方がいいと思いますのでご注意くださいね。テロ行為という犯罪になります。移動するの大変だ。はい、それでは、ご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かった、もしくはまあ少しは見る価値はあったかなとか、まあ、そう思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ここにも動画もありますのでそちらもご覧になってみてください。それではご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。最後は入線で締めくくりたいと思います。そんだけ時間が経過してたってことでしょ。